私は怒っているのではないですよ。確認しているだけ。正確な数を。目玉をほじくり出したり、お腹を切って内臓を引きずり出したり、人を殺した分だけ私がお嬢さんを拷問します。大丈夫、お嬢さんは鬼ですから死んだりしませんし、後遺症も残りません。カナオも随分自分の気持ちを素直に言えるようになりましたね。私の姉カナエを殺した鬼について話したいと思います。そしてその鬼の殺し方について話しておきましょう。ありがとうございます。あなたが受け止めてくださったんですね。私、ミナトさんが望むなら何だってできます。いつか皇帝にだって届いてみせます。この後何か予定とかある？よかったら少しお茶でもしてかない？なんなの？結構仲良くなれたと思ってたのに。ひどい顔、笑顔が足りなかったかな。おはようございます、マスター。楽しめることを何なりとご命令ください。私たちエンジェロイドはマスターを楽しませるためだけに作られたものですから。私は愛玩用エンジェロイド、あなたが楽しめることを何なりと。すごい、それなら絶対なれる。私頑張る。絶対声優になってマシロ君たちのアニメに出る。素敵。申し遅れました。私新垣綾瀬です。どういうつもりですか？ぶち殺しますよ。わかりました。私が着るコスチュームは？ほぼ全裸じゃないですか。死ね。何熱くなってんの？ほんまメイコのことになると人変わるのってさ、あんたも同じじゃない？松雪くん。僕の名前は小野の清継ぎ。僕は決め顔でそう言った。鬼のお兄ちゃん、あなたはよくよく不死身の怪異に縁があるようだね。あそこのあれは世にも珍しい火の鳥、邪悪なるフェニックスだよ。僕は決め顔でそう言った。何よ、人を見そっかすみたいに。なんでゲームなのに本当に死ななきゃならないの？私死ぬの怖い。困っている人に救いの手を差し伸べる、それがこの部の活動よ。私は自分を高められるなら限界まで挑戦すべきだと思うの。あなたを見ていると無理して変わろうとするのが馬鹿らしいことに思えてくるわ。お前の言うヒナがたとえどれだけ私に似ていたとしても、それは私じゃない。それ以上の発言は不要だ。あとは我が軍の調査部がお前を調べる。あなたは今から未来に行くの。ディオが待ってる。お兄様はダメ兄貴なんかじゃありません。ですが、わかりました。わがままを言って申し訳ありませんでした。お兄様、ずるいです。みゆきがこんなに恥ずかしい思いをしておりますのに。わかんないよ。シュウ君の言ってることは一つもわかんないよ。クラッピーって何がかっこいいの？血なんて嫌だよ、痛いだけだよ。クルーのどこがかっこいいの？クレイジーのどこがいいのかわかんない。闇って何？暗ければいいの？正義と悪だとなんで悪がいいの？なんで悪い方がいいの？悪いから悪なんじゃないの？右腕がうずくとなんでかっこいいの？自分の力を制御できない感じがたまらないって。何それ、ただの丸気な人じゃん。ちゃんと制御できる方がかっこいい。立派だよ。どうして二つだとか異名とかいろいろつけるの？いっぱい呼び名があったって分かりにくいだけじゃん。英語でも何でもカタカナつけないでよ。覚えられないでよ。天才とか十回とか創世記とか目次録とかアルマゲドンとか。名前がいいだろってどういうこと？雰囲気で感じろとか言われても無理だよ。相対性理論とかシュレディンガーの猫とかバイオ引力とか、ちょっとネットで調べただけで知ったかぶらないでよ。中途半端に説明されてもちっとも分からないでよ。ニーチェとかゲーテの言葉引用しないでよ。知らない人の言葉使われても何が言いたいのか全然わかんないだよ。自分の言葉で語ってよ。お願いだから私がわかること話してよ。失せなさい。あなたたちは彼にふさわしくない。謙虚なのは美徳でもあるのでしょうが、自分を貶めるような真似はやめなさい。あなたの悪い癖だ。さっきはありがとう。ここはライトが苦だいと思うわ。今の自分を支えてくれているあの時の笑顔、それを忘れずに進んでいきたい。一緒に輝いていきたいの。はーい、じゃあ楽器の振り分けに移ります。私は部長の小笠原遥です。優しいしかないじゃない。優しいなんて他に褒めるところがない人に言うセリフでしょ。私今日だけはネガティブなこと絶対言わない。いい演奏して金取って帰ろう。北宇治ファイトー。この前渡されたお金が多かったから、その差額分返すわ。
あんたなんかに借りを作りっぱなしは嫌だから早めに返そうと思っただけよ。仕方ないじゃない、いつ来るかわかんないんだから。よかったらどうぞ。ひらめきを求めてさまよっているんです。私小説家なんです。それではまた、さまよってきます。ダメよマス、その美しさをじっくり鑑賞するの。ロシアのカスピ海を雄大に泳いでいたチョウザメの天然のキャビア。マヨネーズ、何でもかんでもマヨネーズをかけて完成された料理をぶち壊すこの世で一番許せないもの、それはマヨラー。我ら日本定期軍は残った人間を取りまとめ増殖させて世界の覇権を狙う。さあ産むのです、増えるのです。ビバ不純異性交友。こんなことが知れたら大変なことになるわ。ここにいるメンバーだけの秘密にしましょう。おお、やっぱ俺たちまた入れ替わってるぞ。ほらね、戻れたでしょ。私はここの土地のことを知って、ここの薬草のことを知りたい。私たち似た者同士だね。なんかうまく示せてないかもしれないけど、今は本当にだから頑張れるんだと思う。ここに来られてよかったよ、ゼン。へえ、この程度で災害レベル鬼なら有料物件じゃない。あなたを倒せば彼らの洗脳も解けるのかしら。このまま逃がす手はないわよ。私だよ、わたし、はーちゃんだよ。キュアプラパパエメラルド、フェリーチェファンファフラワーレ、あまねく命に祝福を。キュアフェリーチェ。こんな時にこんなこと言うの変なのかもしれないけど、死んでパーリマくん。石田くん、どこ行くの。持ってあげゆびゅーたみたかなだけまたいおええん。中隊長殿、志願します。私も救援任務に志願します。私とて帝国軍人です。中隊長、どうかどうか行かせてください。お昼まだだよね。真壁くんってすごいよね。成績いいのに選ぶらないし、スポーツもできるし、あとかっこいいし。やだ、持ってくの、持ってくの。ロックオン。お兄ちゃん、かくれんぼのつもり？ここかな。見つけた。そんなリスクをかけた真剣勝負、想像するだけで何言ってしまいます。さあサメラギさん、今が千載一遇の好機です。自信満々にイカ様を仕掛けておいて、あっさり負けてしまうという汚名、ここで返上しなければどうするのですか。やりましょう、あとはあなたがうなずくだけです。さあほら早く。攻撃を中止してください。適切な反応ではありません。殺すのでしたら開けられません。彼は決して外敵ではないのですから。前言ってませんでしたか、全員知り合ったばっかりだって。いつの間に親友になったんですか。私が北海道いる間にそういう話になったんですか。なったんですね。あっバカなやつめ、美しい私が5秒で決めてやる。私の番号を登録しておいた、呼び出したらすぐに来い。誰にも喋らず一人で来い。ぶつかっただけで惚れさせるとは、これが人間のチャームの力なのか。ゴルゴンとやら、そなた戦の素人だな。我らは英霊、人類史に刻まれたかつてありし人の影。シャナオ、デューリタンが四騎、ダンノーラ発想旅。へえ、すっごい。ちょっと見直しちゃったな坊や。何一人で拗ねてるの。だったら言いたいこと言っときなさいよ。あの二人どうなると思う。私七八割方振られちゃうんじゃないかと思うんだけどさ。めぐみ、もう喧嘩しないって言ったよね。あ、ごめん、中身が出るとは。光月おでんである僕としては、エースの弟の君なら僕を船に乗せてくれるはずだと情報を追ってた。そりゃ君の方がおでんかもな。光月おでん、
またの名をヤマト。僕は君のために死ねる。なぜ僕の自由を奪う。我が国の自由を奪う。雷鳴発揮。あなた女の子でしょ。わかるわよ。望まぬ運命が不幸とは限りませぬ。私は泥の中でも咲く花になりとうございます。取材？お断りだ。何やるかなんて決めてねえし、考えんのもだり。聞こえてんぞこら。すでにもろくそ失礼だろうが、親が極道だろうとなんだろうと私が人を殺すわけねえだろ。ブクラッサー。ラブ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 。ご主人様のためにおいしくなーれ。一緒にお昼食べてもいいかな。私も同じクラスなんだけど。それで競技種目は何ですか？ドッジボール。確かボールを当てて相手を葬るやつですよね。わかりました。私が一級必殺の技お教えします。でもこちらに売国クソ野郎殿がいらっしゃると聞きます。大変恐縮なのですが、息の根止めさせていただいてもよろしいでしょうか。マクシミリアンの仕事には問題があるんですよね。クシーの補充部品は半分しか回収できずに沈んでしまったわ。香港から戻るなんて宇宙から帰還するより簡単ですからね。失礼。防寒服を脱ぎますから、お話の続きをどうぞ。あ、いけません。うわ、何をなさいます。あなたにはラムがいるではありませんか。いけません。あ、はい、これで大丈夫。幽霊たちはマルシルに触れない。できるだけああいうことはしたくないの。無駄に苦しませてしまう。ルネルエス、あルネルエス、エシェクツル、ヘムツル。そんな父からですね、結構区切りの時にメッセージをもらったことがあって、人生には上り坂もあれば下り坂もあればまさかという坂もあるので、そういういろんな坂があるものだと思って生きていけば動転することもないから、それを覚えて楽しく生きてねみたいな言葉をもらったんですけど、自分の人生の中で一つ指針となる言葉になっていますね。私意外に、マジ？でも結構これ自信ありまして、はい。いやでも結構、キョロちゃん、なんかくちばしがちょっと、なんかサーフボードぶっ刺さってるんですよ。